d 六十一山口線で使用されたもので、終焉装置を備える国鉄 d 六十系蒸気機関車は、日本国有鉄道の貨物用、テンダー式蒸気機関車である、d 五十型を改造して登場した。九百五十一年から九百五十六年にかけて、五年間で七十八両が改造された。この数は六十台形式の蒸気機関車では、 最多となる。改造所は、国鉄浜松工場、長野工場、土崎工場であった。終戦数年後の1950年代、d 5 0系 a D51 型などおつせん企画の貨物用蒸気機関車は、戦時中の大量生産と終戦、また戦後の電化の進行に伴い、余剰状態となっていた。一方で、 平線区の貨物列車は当時は9600型や C58 型が牽引していたが、9600型は老朽化が著しく、C58 型は牽引力が不足しており、平線区向け貨物用蒸機機関車については、新形式の登場が望まれていた。そこで、余剰化していた D50 系のうち、状態の良い車両を軸重軽減改造し、 平線規格の機関車に改造することになった。D60 型に装備された二軸受大車 D50 型からの改造なので、動輪直径も D50 型と同じ 1400mm。軸配置は、従来の 1D1 のミカド形から、重輪を二軸とした 1D2 のバークシャー型とし、軸重を D50K の14.70トンから13.67トンに軽減した。 軸配置を変更しただけでなく、軸重軽減による空転を防止するため、シリンダー直径を 570mm から 550mm に縮小したほか、出力低下を抑えるためボイラー加熱面積を64.4平方メートルから75.2平方メートルに拡大した。総重量は81.56トン。なお、原型である。 D50 の内訳は1950年現在、在籍者で下記のようになる。D60 の改造出社となった D50 はこのうち、先住輪、直径 940mm、先は復元装置リンク式、同軸バネ装置上バネ式のものである。改造の時点で、将来的に 940mm の車輪は、規格から外すことが決まっていた。受胎者は、 後部大枠の改造と同時に全く新規の2、軸自台車へ交換されるため、元が 860.940mm のどちらの直径でも関係はない。仙台車は改造後の予定負担重量が大きいため、それが小さかった D50 のものを流用せず新規に制作し直した、殺し式復元装置のものへ交換となったため、こちらも元の直径、復元装置の構造は、 無関係となる。また、下羽式車両を種車としなかったのは、車抜きが不便なこと、上羽式へ改造も困難だったためである。改造当初は、池田機関区、横手機関区、黒沢尻機関区、郡山機関区、北田鍋機関区、浜田機関区、津和野機関区、能形機関区、大分機関区に配置され、根室本線、横黒線、万越東線、 帰省本線、山陰本線、山口線、筑豊本線、伊田線、久し大本線などで使用された。その後、機関車需給の変化、電化やディーゼル化の進行などに伴って一部は、転属し、1966年から廃車が始まった。最後に残ったのは、若松機関区に配置され、筑豊本線で、石炭輸送に使用されていた、数量であった。 最終廃車は1974年8月廃車の D60-61 だった。優等列車についてはもっぱら補機での運用だったが、横黒線で使用されていた本形式は、東北本線が普通になった際に、大羽本線経由で同線の迂回運転を行った特急急行列車を短期10連で牽引する機会があり、2 0系ブルートレインを牽引している姿が、 ファンによって撮影されている。D6046。筑豊本線で使用されたもの。D6061。筑豊本線で使用されたもので、門鉄式所煙板を備える以下の4両が保存され現存する。鉄道博物館等に保存されたものや、胴体保存機はなく、いずれも自治体に対応し、公園、公共施設等に設置しての生態保存となっている。 筑法本線使用機が最後まで残ったことから保存は福岡県周辺に集中する。ありがとうございます。